パトリック・アンデション、パトリック・ビアーレット・ヨナス・アンデション、パトリック・ブジャード、ジョナス・アンダーソン、1971年8月18日隊は、スウェーデン、出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは DF で、スウェーデンサッカー界の年間最優秀選手に、贈られる2 1995年、2001年と2度、輝いている。また、 1990年代のアルスベンス館には、アンデションと同性同名の選手がいたため、区別するために、それぞれの故郷の名を冠し、アンデションは、パトリック・ビアーレッドもう一人は、パトリック・トレルレボリ・アンデションと呼ばれた。父親のと二人の弟フレドリックと、ダニエルも元サッカー選手で、父とマッテイのダニエルは、スウェーデン代表として、ワールドカップの出場経験がある。 自身の愛称となるのビアーレッツイフでキャリアを始め、1998年夏の17歳の時に丸目 FF の下部組織に引き抜かれた。それから1年後にトップリーグに属するトップチームに昇格し、ロイ・ホジソン監督の下でプロデビューを果たした。また、1年目はユースチームと並行して出場し、同年秋にユースとトップチームは、 リーグ戦のプレイオフ決勝の舞台に到達するも、それぞれイフ・ブロンマっぽいカルナとイフック・ノル・シェーピンに敗れ優勝を2度逃している。1990年シーズンにボブ・ホートン監督が新たに就任すると CB 及び守備的 MF として定期的に起用された。1999年12月にイングランド一部のブラック・バンド・オーバーズ FC に遺跡金80万ポンドで加入し、 ケニー・ダルグリッシュ監督のもとで主に中盤で起用されたが、あまり出番はなく、わずか1シーズン足らずで退団。出場数12試合と失敗に終わったが、アンデションは、ブラックバーンと契約した初めての外国人の一人であり、そして、イギリスの地で新設されたリーグの最初シーズンを、戦った、少数の外国人選手の一人として知られている。1993年秋に、 ドイツ一部のボルシア・メンヒエングラートバッハへ移籍し、同年11月19日のベルダーブレーメン戦、3から2勝利で移籍後初出場して、以降監督の下で定期的に起用された。1994から95シーズンにはシーズンを5位で、OL 躍進するチームの中で、リーグ戦、全34試合に出場し、2部の VFL、ボルフスブルクとの DFB ポカール決勝戦。 3から0勝利で同胞のマルティン・ダリン、ステファニエフェンベルク、ハイコ・ヘルリッヒの得点で自陣初タイトルを獲得。さらに、スウェーデンサッカー界の年間最優秀選手に、贈られるを受賞した。1995から96シーズンは、UEFA カップウィナーズカップ1995から96でフェーエーノールトに2試合合合計2から、3で敗れたものの準々決勝に進出し、 リーグ戦では33試合4得点と変わらず、中心選手として4に貢献、再び欧州カップ戦出場権を獲得した。しかし、翌シーズンは UEFA カップ1996から97の1回戦で、アーセナル FC 相手にホームアウェイともに勝利するも2回戦の AS、モナコに敗れそう期待し、リーグ戦では11位に終わった。 1998から99シーズンからは、バイエルンミューンヘンへ移籍したエフヘフンベルグの後を引き継ぎ、首相に就任するも、チームは再開で2部に降格した。しかし、それまでの貢献から2000年8月に、クラブ創設100周年目を記念した、チームオブザ・センチュリーに、ファンから選出された。1999から2000シーズンに、 同リーグの強豪バイエル・ミュンヘンへ移籍金300万ユーロで引き抜かれ、1年目からリーグ戦優勝を経験し、さらに DFB ポカールのブレーメントの決勝戦、3から0でエウベル、パウロ・セルジオ、ベーメット、ショルの得点により優勝と2冠を達成した。一方、UEFA チャンピオンズリーグ1999から2000ではレアル・マドリードに敗れ、準決勝で敗退した。 翌シーズンは、軽傷ながらも怪我が相次いだことにより、出場機会は限られたものだったが、最終節のハンブルガー SV 戦、1から1で、ロスタイムに関節フリーキックで遺跡後発にして唯一取る、得点を上げ引き分けに持ち込んだ。この得点が、シャルケレイ4と、勝ち点1差をつけ、優勝をもたらす非常に重要なものとなった。 それから4日後の UEFA チャンピオンズリーグ2000から01決勝のバレンシア CF との PK 戦で相手 GK のサンティアゴカニサレス防がれたもののオリバー・カーンが相手の PK を3度防ぐ勝を見せ優勝カップを掲げた2001年7月にスペイン一部の FC バルセロナへ移籍金150万ユーロの4年契約で加入し 同年末に二度目となるを受賞するも、バルセロナでの3シーズンは怪我との戦いにより満足に、過ごす子はできなかった。2004年シーズンに、弟のダニエルと共に、フルスの丸目 FF に12年ぶりに復帰し、同年に首相として、アンドレアス・イングベソン、アフォンソ・アウベス、ダニエル・マイストロビッチらと共に18年ぶりとなる、リーグ優勝に貢献した。 2005年8月10日に UEFA チャンピオンズリーグ2005から06予選3回戦、スイスの FC トゥーン戦で全十字人体と半断に深刻な怪我を負い、同月14日に現役引退を表明した。引退後はマンチェスターユナイテッド FC のスカウトに就任し、スカンディナビア地域を担当している。監督のもとで、ラと共に招集され、 1992年1月29日のオーストラリア戦0から1敗北でスウェーデン代表としてデビュー。同年の UEFA ユーロ九9 2のメンバーに選出されるとトコンビを組み、グループリーグ全3試合に先発出場し1位突破に貢献したが、続く準決勝のドイツ戦では累積警告による出場停止のため出場できず、チームは2から3で敗退した。 また、同年にバルセロナオリンピックにも出場した。1994FIFA ワールドカップでは、全試合に出場し、守備のようとして、活躍を見せ、代表史上最高の3位入賞を果たす原動力となった。その結果チームは、スベンスカ・ダーグブラーデット氏が選定するスベンスカ・ダーグブラーデットゴールドメダルを受賞した。1997年からは、 怪我による影響から、代表引退を表明したヨナス・テルンの後を引き継ぎ、首相に就任し、UEFA ユーロ2000に臨むも、初戦のベルギー戦、1から2敗北で、バルトホールへの1回ファールにより退場。一ルの望みにかけて、最終戦のトルコ戦に出場したが引き分けに終わり、最下位で敗退する苦い思い出となった。2002FIFA ワールドカップではメンバーに選出されたものの、 怪我の影響からにポジションを明け渡しで番は訪れず、チームがベスト16敗退したことに伴い代表引退を表明。同大会前に行われた5月の日本戦が最後の試合となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。